ナトリオウノスケは日本の写真家、編集者。東京市に実業家、ナトリ作の三男として生まれる。母方の祖父は三井財閥の大番頭、麻吹英二。慶応義塾普通部で学ぶも成績不良で余暇に進めず、18歳でドイツに渡る。ベルリン留学中、国立美術工芸学校のウェイヒ教授を通じて、バウハウスのデザイン思想を知る。 教授の地元ミュンヘンの美術工芸学校に入り、やがて教授が経営する手織物工場のデザイナーとして働くうちに救済上のドイツ人女性、エルナ・メクレンブルクと同性。エルナが撮った火災現場写真を洋之助が組写真にして写真週刊誌に持ち込んだところ高値で採用され、そのことが木となって、ベルリンの総合出版社ウルシュタイン社に認められ、 ヨーロッパ最大の週刊グラフ史の契約写真家となり、その身分のまま帰国。戦前は1933年に、木村伊兵原博、稲信を、岡田桑蔵らと共に、日本工房を設立。翌年、意見の対立により、木村、原、稲、岡田が脱退し、日本工房は事実上解散となる。その後、大田秀重らの参加を受け、 第二次日本工房を立ち上げる。1934年には、対外宣伝誌、日本を創刊。土門兼、藤本48などの写真家、山名文夫、河野隆亀倉優作などのグラフィックデザイナーを用いつつ、従来の日本のレベルをはるかに超えた内容の紙面を提供し続けた。戦後は、週刊産ニュースや岩波写真文庫の編集に携わり、 脱腕を振るった岩波写真文庫は第1回菊池博士賞を受賞している一貫して西欧流の報道写真及び編集を定着させようと奮闘し組写真などを多用することにより写真でメッセージを伝達するという方向に注力した逆に芸術的主観的な写真作品をお芸術写真と呼びその軽蔑を隠すことはなかった編集者としては 自分の意思に基づき写真作品を強引に取り扱う、傾向が強く、歯に衣を着せないものいいと、相まって、写真家と対立することもしばしばあった。例えば、ドモンとの確執などはその典型的な例である。1962年に、遺願のため死去。去年53。二度目の妻は、アナキスト作家、宮島助夫の娘。タイのチェンマイで、 HIV 孤児生活施設、バーンロムサイ代表のナトリミワは娘。その娘で、バーンロムサイで作られたファッション雑貨やインテリア雑貨を販売する、バーンロムサイジャパン代表の一人で、デザイナーのナトリミホは孫。ナトリの下で、スタッフとして働いた、滝孝治によると、ナトリは文章を書くことができず、その著作はすべてゴーストライターが書いたものだという。 社団法人日本写真家協会が新進写真家の発掘と活動を奨励するために2005年に創設。主としてドキュメンタリー分野で活動する35歳までの写真家が対象となっている。審査員は3名。ありがとうございます。